ポジットクラウドを用いて生物排出データ開発に取り組むをの内容をでご紹介したいと思います。慶応義塾大学環境情報学部鈴木春夫です。この講義では、ポジットクラウドを利用して、バイオインフォマティクスに取り組みます。具体的には、セックンR パッケージ、R のパッケージですね、を使って、生物のゲノム配列、遺伝子配列、DNA、で、タンパク質配列、タンパク質のアミノ酸配列データ解析を学びます。講義資料のページを開きます。ここでは、右クリックしてタブを、もう一つタブを開きます。これですね。こちらが皆さんに事前に共有した講義資料になります。このファイルはこちらから、まあ、オリジナルはこちらですね。で、まあ、本日の、内容が書いてありまして、で、こちら、準備ですね。皆さんには、事前に、ポジットクラウドの無料アカウントを作成していただいたと思います。で、このポジットクラウドのアカウントを作成するにあたっては、こちらの参考資料、RStudio クラウドを使って、ウェブブラウザ上で RStudio を利用する。こちらの動画が大変参考になると思います。で、本日は、こちらの演習を皆さんと一緒に手を動かしながら実施したいと思います。では、早速皆さん、こちらのですね、演習のところにあります、このリンクをクリックして、このポジットクラウドのプロジェクトにアクセスしてください。例えば、まあ、もう一個タブを開いて、オープンしてもいいかもしれないですね。私はもう事前にこちらに開いたんですけども、ですね。で、皆さん、アクセスできますと、多分このような、表示がですね、多分皆さんのここら辺の画面にあると思うんですけども、で、参考資料にも書いて、こちらの参考資料ですね。オリジナルの英語のページですが、こちらにも書いてますけど、これテンポラリーコピーですので、編集してもその内容が保存されません。ですので、皆さんはこの、セーブ・ア・パーマネント・コピーですね。このボタンを押して、自分用にプロジェクトのコピーを保存してください。で、この公式ページに書いてあるような、ことはですね、ちょっと下行きますけども、こちらの参考資料、実験医学、増刊、バイオデータベースとウェブツール、小野さん編の、第1章、6、RStudio クラウドで、まあ、紹介されています。で、本日はこちらの本でも紹介されていない内容を皆さんに、ご紹介したいと思います。で、皆さん無事にアクセスできますと、R スクリプト、この3つの R スクリプトがこちらに表示されていると思います。私ちょっと、テストで実行してですね、ちょっといろんなファイルがあるんですけども、皆さんの、おそらく、目の前にはこの .R で終わる R スクリプトが存在すると思います。またその下に示されています、.fasta で終わる FASTA 形式ファイル、が示されていると思います。で、私の、今この画面には .html というのが、まあ、3つ存在するんですけども、で、これらのファイルは、R をですね、R のコードをこのコンパイルリポートというのを使って実行してですね、このスクリプトテキスト形式ファイルを、まあ、HTML 形式に変換したものですね、になります。で、そうですね。じゃあ、この変換したものをちょっと、まあ、こんな感じにきれいに成形してくれるんですね。マークダウンで書くと、きれいに成形してくれます。で、この3つのスクリプトについてなんですけども、この3つのスクリプトですね。で、順番にご説明しますと、このスクリプトの上に、説明が書いてあるんですが、
このように。このように。まず私の名前と、あとこの作成部ですね。で、その下に、このように、このスクリプトが何をするのかっていうのが書かれています。で、この最初のですね、my underscore 0 underscore setup.r。このスクリプトは、環境構築をします。で、例えば、このパッケージのインストールなどを行います。下に行くと、このインストールパッケージ図っていう関数があって、で、引数として、この関数名、SEQINR、今日使う、設定やパッケージを、これインストールするっていうんですね。で、R 言語はですね、開いて、R will give のは any text after hash or dot line って書かれていますように、このハッシュの後のコメント行は、これはコメント行で、R コードとしては解釈されないですね。R はこれらはコードとしては解釈されないので無視します。ただの、ですのコメントになりますね。ですので、例えば、この SecInR パッケージをインストールするには、この最初のハッシュを消す必要がありますね。ですので、皆さん、これをこう、消していただいて、で、実行していただくことになります。ですので、このハッシュのついたのが全部コメントですね。で、このハッシュのついていない、このオプションズ、これは関数。これは実際 R に実行されます。で、実行方法なんですけども、こちらの資料に戻りますと、コマンドを実行するには、3つ方法が書かれています。ランコマンドを使用する。キーボードのショートカットで、Mac はコマンドリターン、Windows はコントロールエンターですかね、を押す。あるいはコンパイルレポートコマンドを使用する。3つの方法があります。で、まずこのスクリプトですね。my0setup.r の最初のコマンドを実行してみましょう。この R のコード、コマンドのあるところにカーソルを置いてですね、Run ボタンを押します。Run ボタンを押すと、こういうふうに実行されます。で、このオプションレポジトリ URL というのは、R の、ツールとかをインス、ダウンロード、インストール、ダウンロードする場所ですね。ミラーサイトで、これは等数件を指定しています。レポジトリは ISM、等数件ですね。で、先ほどここで、このハッシュ記号、この状態でコメントですけど、ハッシュ記号を取りましたので、これで SecInR パッケージをインストールすることができます。で、これ実行しますね。で、この実行してインストールするみたいな感じになりますね。ちょっと私はもうインストールしているので、でもインストール始まりましたね。こういうふうにインストールされます。ですね。では、ちょっと、次のスクリプトの説明に行きたいと思います。ダウンロードされてインストールされましたね。で、次のスクリプトなんですけど、mysecinrdna.r ですね。my_secinr_dna.r。これは DNA 配列解析をする、secinr パッケージを使って DNA 配列解析をする、スクリプトになります。で、これを、先ほど、コンパイルレポートコマンドを実行するには、ランボタンを押すか、ショートカット、キーボードショートカットを押すか、あるいはコンパイルレポートコマンドを使用すると示しましたように、このコンパイルレポート、これですね。このボタンを押すとですね、全部コードを実行して、このスクリプトを .r、このスクリプトをこの .html、html 形式に変換してくれます。これはもうちょっと実行してしまいますね。実行しますと、レポートアウトプットフォーマットが HTML で、これをして、で、これで計算が終わって、これですね。今、計算されて、R のコードが実行されて、生成されたファイルがこちらになります。で、DNA 配列の、解析結果、統計などが示されています。で、このスクリプトなんですけど、このスクリプトの、ここですね。これは、これハイパーリンクを示してるんですけど、テキストと URL ですね。これが HTML に変換すると、ここにハイパーリンクになって
で、これ開いていただくとですね、DNA 配列の統計、DNA 配列解析について、日本語で簡単に説明したページに、移動します。で、こちらの、このリンクですね。これは英語のページになりますね。この英語のページを、まあ、適宜変更して、日本語で要約したものが、まあ、こちらのページになります。で、これ見ていただくと、まあ、DNA の配列は、4種類の文字列、A、T、GC でまあ表現されると、まあ、テキスト配列データの解析になるわけですね。で、R 言語を用いたバイオインフォマティクス、R 言語入門のリンクなどがあります。で、先ほどセックン R パッケージをインストールしましたけども、もう一つバイオコンダクターのパッケージをインストールする方法もここに書かれています。セックン R パッケージ。これは、こっちですね。これは開かないとですね。こっち開いたら、まあ、その説明があります。なので、まあ、この後、皆さん復習などにこのページを活用していただければと思います。で、もう一度戻りますとですね。ちょっとセットアップの方に戻ります。まあ、これで、今、インストールパッ、ドットパッケージズで、設計のパッケージをこうインストールしました。で、下に行きますと、パッケージバージョン。関数がありますね。セックインアルパッケージ、インストールした、セックインアルパッケージのバージョンを確認するときには、このコマンドを実行します。すると、セックインアルパッケージ4.2.30がインストールされました。ということがわかります。で、実際、セックインアルパッケージを使うんですね。このロードザ R パッケージイントゥアルで、このライブラリー関数。で、この、パッケージ名を指定して、これを R に、まあ、ロード、呼び込み必要になります。これを実行すれば、これでセキュアのパッケージの関数が使えるってことになりますね。この最後の、コレクトインフォメーションアバウトカレントアルセッション、セッションインフォっていう関数は、まあ、OS の情報とかを示してくれます。まあ、いろんな情報が出るんですけども、上の3行と、使っている R のバージョンが4.3.2。で、プラットフォーム、ランニングアンダー、ウブンツっていうふうに、まあ、環境が表示されます。あと、ロードしたパッケージとして、まあ、設計あるパッケージの4.2-30を、まあ、読み込みましたっていうのを書いてますね。で、ですね。セックインアルパッケージをインストールして、そのバージョン、まあ、インストールして、バージョンを確認して、で、R にロードして、ライブラリ関数でセックインアルパッケージを読み込んで、その関数を使えるようにする。っていう、まあ、一連の流れを説明しました。で、もう一つ、バイオコンダクターパッケージですね。通常のあるパッケージに対して、バイオインフォマティクスのツールなど、そういう、まあ、そのバイオインフォマティクス解析に、まあ、特化した、そのパッケージを集めたんですね。まあ、バイオコンダクターのプロジェクトですね。そこからパッケージをインストールするには、このハッシュでコメントアウトしてる、まあ、コメントにしてるものをこう消していただいてですね、R のコードとして R、実行していただければと思います。if 文でもし、このバイオシーンマネージャーっていうのが、まあ、インストールされてなかったら、まあ、それをインストールすると。で、このバイオシーンマネージャーのインストール関数を、まあ、使って、ここでは例えばバイオストリングスパッケージというものをインストールしています。このバイオマネージャー、コロンコロンインストールというのはバイオシーンマネージャーパッケージのインストール関数を使うということですね。で、この中にパッケージ名、このバイオストリングパッケージを、まあ、指定して、インストールすると。ただ今日はバイオストリングスパッケージは使えませんので、まあ、これは実行しません。まあ、後で皆さん、興味のある方は使っていただければと思います。MySeqIRDNA。で、これが本日の内容でいうところの、生物の、ゲノム核酸塩基ですね。DNA、RNA 配列の解析をする関数が、この MySeqIRDNA.R ですね。これになりますね。はい、これになります。一方ですね、もう一つの、タンパク質の
ミノ酸の配列データ解析。こちらですね。こちらを実行する。まあ、この例を、実行できるスクリプトが、こちらの mysec にあるドットプロット、ドット R ですね。これはドットプロットを使って、2つのタンパク質配列、相同配列ですね。ホモロガスシークエンスを、まあ、比較することができるスクリプトになります。これも実行してみましょう。あ、ですね。これじゃダメですね。今、ここを指定してランボタンを押したので、ここだけが表示されました。そうではなくて、まあ、全部実行したいので、例えば全部実行する方法、まあ、先ほど、このコンパイル、レポートボタンを押しました。まあ、これ実行していただいて、HTML ファイルを、作成してもいいんですけれど、もう一つこの、ファイルメニューからですね、あ、違いますね。エディットメニューからこのセレクトオールボタンを押す。あるいは Mac の方だったらコマンド A。Windows の方はコントロール A ですかね。で、全部こう指定して、で、ランボタンを押してもいいかもしれないですね。では、コンパイルレポ、あ、今、ドットプロットが出てきました。先ほどコンパイルレポート、これですね。コンパイルレポートボタンを押して生成された、mysec にあるドットプロット .html ですね。これを開きましょう。これがこちらになります。で、このスクリプトはドットプロットで2つの配列を比較すると。先ほど同様に、この日本語のタイトルをクリックしていただくと、ドットプロットで2本の配列を比較する。まあ、相互配列ですね。相互配列の比較。まあ、ドットプロットで2本の配列を比較することによって、このような、配列1が X 軸で配列2が Y 軸ですけど、このような対角線上に線が出てくれば、まあその2つの配列はよく似てると。類似している領域があるので、まあ相応ではないかというふうに判断できるわけですね。今、ざっと3つのスクリプトについてご紹介しました。最初のスクリプトが y アンダースコア0、setup.r。これが環境構築 R のパッケージをインストールするために使用していただけるスクリプトになります。で、もう一つが、こちらですね。my underscore secin-r underscore dna.r。これが DNA 配列の解析のためのスクリプトになります。で、もう一つが mysecin-r.plot.r で、これはタンパク質のアミノ酸配列で2つの配列をですね、比較する方法として、まあ、ドットプロットを作成できるというものになります。今、この2つの DNA 配列解析と、タンパク質配列解析について、さらに詳細にご説明したいと思います。セットアップ、インストールの方はもう、よろしいですかね。一通り、説明したと思います。で、ではこの mysecin-r、my_secin-r underscore dna.r ですね。このスクリプトについて見ていきたいと思います。で、最初は、まあ、コメントで、このスクリプトの説明が書いてありまして、次に、ライン9行目と10行目ですね。に、clear R's environment。これは、R はですね、変数を作ると、この RStudio のこの右上にこの変数に何が入っているかっていうのをこう表示してるんですよね。例えばですね、あ、まずそうですね、R、慣れていない方のために、じゃあちょっと計算機として R を使ってみましょう。で、ここコンソールって言いまして、まあ、ここにコマンドを打ち込んで計算結果を出すことができます。ここに方器がありますので、この方器クリックしていただくと消えますね。きれいになります。例えば1たす1は2。6引く2は4みたいな計算機として使います。3かける3は9。今、で、変数についてなんですけども、x。これは例えば、こういう x という名前の変数に、1という値を入れるときには、このように書きます。x という変数、r はオブジェクトって言いますけど、x という名前の r オブジェクトに、この代入演算子、小なり記号ダッシュですね。
第2演算子、左側の矢印を使って1という値を格納します。で、これ実行すると、この右側のこのエンバイロンメントタブに値が表示されると思います。X を実行すると、今、X という R オブジェクト変数に1という値が格納されました。で、これ表示するには、X というこう変数の名前を打ってあげればいいですね。それと1って出てきます。で、このような感じで、ここに values、accession1、accession2、chars1、chars2 という R オブジェクト変数に、まあ、こういう内容のものが入っているっていうのがここに示されています。で、これらを、一旦この R のエンバイロンですね。エンバイロメントをこうクリアです。こう消すコマンドがこちらになります。まあ、おまじないとして最初にこれを実行すると、以前の解析の結果のまあ影響を受けない。それを消すことができるので、まあ、これを実行するといいと思います。で、ランボタンを押しますと、全部消えましたね。エンバイロメントセーブ。で、次に、secinR パッケージの、パッケージの関数を使いたいので、R にセックインのパッケージを読み込みます。そのために、ライブラリ関数に引数として、パッケージ名。ここではセックイン R。これを指定して、これを実行します。すると、セックイン R パッケージの関数が使える準備が整いました。では、Retrieving a DNA Sequence from MCBI。MCBI データベースから DNA 配列を、取得しましょう。ダウンロードしましょう。で、この下のコードを使っていただくとですね、わざわざ MCBI に行ってデータをダウンロードしなくても、R 上でデータをダウンロードすることができます。ではですね。あ、このページはさっきこれを開いたページですね。これをクリックして開いたページで、これ下に行くとですね、上ですね、この場合。どこかに NCBI の、データベースを検索する、まあ、説明しているページがあるんですよね。2箇所ぐらいあったんですけど。そうですね、これですね。NCBI データベースで。配列データにはユニークな識別し、アクセッションが割り当てられている。例えば、デング熱を引き起こすウイルス、デングバイアスの DNA 配列の NCBI データベースのアクセッションは次の通りで、MC アンダースコア00147となんですね。で、まあ、これ開いていただくと、デングウイルスの、まあ、コンプリートゲノムにアクセスできるんですけども、同様にですね、例えば、すみません、ちょっとここ、皆さんは実行しなくていいので、ちょっと早めに ささっとデータベース。これ、NCBI のトップページですけど、米国の NCBI のゲノムっていうのを押すと、ブラウズバイオルガニズムって出てきて、で、ここに例えば、SARS-CoV-2 とか打ってあげると、SARS-CoV-2 の配列が出てくるんですよね。で、この中から、まあ、代表的な SARS-CoV-2 の、こう、アクセッション番号が取れるんですよね。で、これは私、さっきの、ここにコピペしただけです。NC アンダースコア045512。これは、SARS-CoV-2 のこの配列ですね。SARS-CoV-2 の配列を、まあ、読み込みますということです。で、まあ、このコードを使っていただくと、これ、ランしますね。すると、SARS-CoV-2 の、こう、SEQS、シークエンスイズですね。この中に、配列データが読み込まれます。では、質問をいただいているということですので、一度質問をお答えしたいと思います。これは、エラーですかね、これ。それとも、ワーニング、警告ですかね。警告であれば、まあ、そのまま問題ないと思うんですけども、多分トランスレートという関数がバイオストリングスにも、セックインアールにも両方とも存在するので、まあ、片方をマスクしたっていうことなんじゃないかなと思いますね。トランスシンボリング。ちょっとこれが何行目で出たのかわからないんですけども、ひょっとしたらですね、インストール R というのがあって、ちょっとここ、コメント外してしまったってことはないですかね。ここはコメントのままで。こちらをこのハッシュを外してください。これはこのままで。ひょっとしてこれがさっきの、
このエラーの原料ないかと思いました。猫のマークの多分日本語の解説がありました。日本語の解説はですね、スクリプトで言いますと、ここですね。6行目、6行目ですね。ドットプロットの方でも6行目ですね。で、あと、コンパイルレポートで HTML ファイルを生成された方は、このリンク、ハイパーリンクを押していただければ移動できます。移動しますと、このページに行くんですけれども、これもそうですね。ドットプロット。これ同じページです。これ、え、あ、で、これ一番上行きますと、一番上行きますとですね、Little Book for of R4 Bioinformatics というタイトルの、テキストで、この中にチャプターがあります。で、これチャプターですブックで、これオリジナルの英語のがここにありますね。で、この中からいくつか私ピックアップして、DNA Sequence Statistics 1、2とか、Pairwise Sequence Alignment とか、あと、マルチプルアライメント&パージュニットリー、多重整列、マルチプルシーケンスアライメント、系統樹の推定ですね。これらをピックアップして、これですね。ここに示しています。で、これオリジナルテキストと全く同じじゃないです。だいぶ、オリジナルテキスト古くなってますので、英語のテキスト、だいぶ変えてます。日本語版では。コンパイル後の HTML の日本語。ちょっと状況がわかりませんね。コンパイル後にいつも日本語にくくりついてます。どうでしょう。そうですね。ちょっと今対応できません。すいません。ある程度ポイントクラウドは同じですか。ポジットクラウドにはすでに R と RStudio の環境があると思いますので、R のパッケージはダウンロードしても大丈夫だと思います。こちらの、ですね、この My Zero Setup を使って、R のパッケージですね。パッケージはインストールしても大丈夫です。バイオコンダクターパッケージもインストールしても大丈夫だと思います。では、これで、はい、鈴木先生、ありがとうございました。続きをやっていきたいはと思い、いおま願す。いいたします。これですね。NCBI のページに行くと、ここにゲノムってありますので、ゲノムを押して、このページに行きますと、ブラウズバイオルガニズムってありますので、このページに行くと、このページに行きます。すると、これ、いろんな生物ですね。ユーキャリオツ、プロキャリオツ、バイオス、プラズム、オルガニラ。真核生物、原核生物、ウイルス、染色体外 DNA のプラスミド、オルガンデラですね。ミトコンドリアとか、葉緑体、プラスチド、色素体ですか。で、その登録件数、データベースに登録されているゲノムプロジェクトの数が書かれています。で、ここにオルガニズムネーム、例えば SARS-CoV-2 ってクリックすると、ここに SARS-CoV-2 の代表配列が出てきますね。で、Viruses 92ってありますけど、このウイルスのデータベースに SARS-CoV-2 という、種と言っていいのか分かんないんですけども、種としましょう。この種に属する別株ですね。が92件登録されています。全部 SARS-CoV-2 ですね。で、一番上が、多分代表的な配列で、こちらがウーハンで、中国のウーハンで最初にシーケンスされたウーハン株ですね。ウーハン H1 株。で、これのアクセッション番号。これをですね、コピーして、で、それを、私はここに貼り付けただけなんですね。ここに貼り付けただけ。で、これ実行しますと、アクセッションに、この文字列が入るんですね。アクセッション番号。ユニークな識別子。で、皆さんご自分の配列を解析されるときには、Modify the Accession Number。これを変更してください。これを変更すれば、SARS-CoV-2、新型コロナウイルスをデングウイルスに変更したりして解析ができます。で、ここで何をやってるのかというとですね、このアクセッション。ここにアクセッション番号を格納しましたね。この変数をこっちで使っています。で、このペイスト0という関数を使って、この URL ですね。これ、NCBI の eUtilities なんですけども、この URL を作っています。で、それがこのファイルネームの中に入っています。
ファイルネームの中にこの URL が入ってて、じゃあこのファイルネームだけ指定して、ランボタンを押しますと。ですね、ランボタンを押しますと、こういうふうに出てきましたね。で、皆さん、この URL をですね、ブラウザで、ここに貼り付けたりして実行していただくと、シーケンスデータがダウンロードできると思います。で、この URL の中に見ますと、ここにアクセッション番号がありますね。これを変更すれば、いろんなゲノムデータがダウンロードできます。あと、ここ、コメント、ハッシュがついてますけど、これは、ですね、別の方法で、このアクセッション、データを取る方法です。あ、で、ここにファスタって書いてますけど、そこの説明をしてませんでしたね。ちょっともう一回、あ、じゃあこの DNA 配信の統計のところに、もう一回飛んでですね、この日本語のページですけど、ファスタ形式ファイルっていうのが、ここで説明されてますので、こういう形式です。ある配列については、二つ、にから構成されてまして、まず大なり記号で始まるコメント行、ディスクリプション行、アノテーションですね。こういうアクセッション番号がついてて、これは183アミノ酸残基あるということですかね。で、ここにタンパク質名とか生物名とかの名前がコメントとして付くこともあります。で、この大なり記号、コメント行の次に実際の配列、この場合アミノ酸配列が1文字でこう表現されるものが出てきます。これファスタ形式ファイルって言います。で、これ、タンパク質アミノ酸の例ですけど、同様にゲノムの DNA 配列でも、そういうものが、そうですね。ゲノム配列でもこういうファスタっていうのが使われています。ファスタ。で、それを今読み込みました。で、この SUQS。この中に、これシークエンスイズの略なんですけど、この中に配列が入っています。で、ファスタファイル。実際これクリックしていただければですね、これですね、SARS-CoV-2 の配列。これクリックしていただくと、こういうふうに、大なり記号の後に、アクセッション番号、スペースで、ゲノムの名前ですね。SARS-CoV-2、ウーハン株、コンプリートゲノムって書いてます。この大なり記号、コメント行の後に ATGC の文字列がこういうふうに表示されるわけですね。で、それが今この SEQS の中に入っています。FASTA 形式ファイルはですね、この場合、1個しかエントリー、1個しかレコードがないんですけど、複数入っていることもあります。この大なり記号が複数あることがあります。大なり記号、配列。大なり記号、配列というのが複数回繰り返されることがあります。そういうのをマルチファスタファイルと言います。これは1個しかないのでシングルファスタファイルですけども、マルチファスタファイルというのがありますので、この SEQS の中に、時々だから2個以上の配列が入っていることがあるんですね。それを、その中から1個取り出すっていうのを、このコード、19行目では行っています。で、また後で復習していただきたいんですけども、興味のある方。この SEQS の中には、リスト形式で、R のデータタイプで言うと、リスト形式でデータが格納されています。で、このリストの中の要素、コンポーネント、エレメントを取り出すときに、この二重の四角括弧を使います。で、この場合、SEQS というリストの中に複数のデータがあった場合に、その一番目の要素を取り出すというんです。で、それを、シークエンス1というのに、格納してるわけですね。なので、マルチファスタの時に、その中の1個の要素を取り出して、SEQ1 という R オブジェクトに格納しているのが、この19行目になります。実行します。そうすると、SEQ1 の中にこう配列データが入って、で、これをいろいろなこの関数を使って解析しています。例えば、get anot っていうのは、アノテーションをゲットするっていう意味ですね。なので、これを実行すれば、ランボタンを押せば、アノテーションが出ますね。アクセッション番号、スペース、で、ゲノムの名前ですね。で、これリアルデータですね。リアルデータなので、こう、実行すると、これ全部実行しましょう。ランで実行すると、こういろんな計算結果が出てきますね。例えば、このレングス関数っていうのは、この SEQ1 っていうのは R のデータのベクトル型のデータですね。ベクトルです。で、ベクトルは複数の要素から構成されてまして、このレングス関数はベクトルの長さ、すなわち、この場合、塩基配列の数を数えてます。
ベクトルの要素の数を数えるのがレングス関数で、SEQ1 の中には ATGC の塩基配列が、これですね、この ATGC の塩基配列が、ベクトルデータで入っているので、このレングス関数はですね、そのベクトルの要素の数を数えます。例えば、で、ベクトルはですね、さっきリストは二重の四角括弧で取り出しましたけど、二重括弧で番号を指定して取り出しましたけど、ベクトルの要素を取り出すには、一重括弧ですね。一つの四角括弧で、大括弧で。で、この2コロン3っていうのはですね、2から3の数列を作るっていうんですね。2から3の数列を作る。1コロン3は1から3の数列を作る。で、C っていう関数を使って1、2ってやると、これベクトルです。R はこれベクトル。同じようにして、1、2、3とか、1、3、5とかのベクトルを作れます。で、これを、要素として与えてあげれば、オブテインニュクレオタイズ、このセクイン1の中に入っている DNA 配列の座標2から3を取り出したいときには、この2から3ってやりますね。すると、これ実行すると、ゲノムデータの2から3まで、まあ、TT ですね、が取り出せるし、同様にゲノムデータの最初の10塩基を取り出したいときには1から10ってやるんですね。ATTT。じゃあ、この ATTC がいくつあるのかって数えるのが、この、まあ、レングス関数になります。ベクトルの要素の数を数える。29,903ベースペアあるんですね。約3万塩基からなるのが、RNA ウイルスの SARS-CoV-2 である。で、テーブル関数。これはですね、ユニークな文字列の数を数えてくれますね。ユニークな要素の数を数えてくれます。で、SEQ1 の中には、RNA、ですね。新型コロナウイルスは RNA なんですけど、データベースには ATGC、U ではなく T で、まあ、格納されてますね。で、ATGC の数が、まあ、これだけあると。で、これ全部足せば、総塩基数になりますから、この数になるはずですね。で、GC 含量を、GC 含量というのは G プラス C を ATGC、総塩基数で割ったもので、まあ、それはこの GC 関数で計算できます。約30、8%ですかね。総塩基数あたりの G あるいは C の割合が38%。あと、カウント関数を使うことによって連続塩基。バイオマティックス配列解析の分野では、K マーというのを聞いたことあるかもしれませんけれども、この K マーで、この連続塩基の K、K が1だったらモノマ、2だったらダイマ、3だったらトライマですね。で、このワードサイズがこの K になります。だダイマ、2マーですね。2マーをカウントしたいときには、このワードサイズ2でカウント関数を使って計算します。すると、この配列の中には AA という連続塩基が2880個ありますと。TT というのが3215個ありますということになります。で、次、K マーのリラティブアバンダンスなんですけど、このカウントデータは、ゲノムサイズが大きくなると、まあ、どんどんカウント値なんで大きくなりますよね。それと、ゲノムサイズの小さいものと大きいものを単純に比較できませんので、ノーマライズしてあげる必要があると。この K マーリラティブアバンダンスを計算するノーマライズ、バックグラウンドの塩基組成から計算した期待値で割ってるんですけども、観測値を期待値で割った、オッズレーションですかね。オッズ比。それがこのローバリューと呼ばれるんですけど、ロースタティスティックと呼ばれるんですけど、このロー関数で計算できます。ロー関数に引数としてゲノムデータと DNA 配列データと、そのワードサイズ、この場合ダイマですね。これを実行すると、まあ、こういうふうにノーマライズされたものが計算できると。で、例えばトライマー。3連続塩基を計算したときには、このワードサイズを3にしてください。すると、まあ、こうすれば3連続塩基が計算できるようになりますね。今、ざらっとご説明しました。ここまでで一旦質問を確認した方がいいですかね。そうですね。自動化が、可能だと思います。えっとですね。あ、さす、そ、そうですね。そういう、まあ、具体例ですよね。
まあでもやっぱり自動化ですかね。一つには、自分でクリックしなくていいっていうことですね。なので、具体例としては、まあ、例えば、法文とかを使っていただくと、これを繰り返し、read.fasa で繰り返しダウンロードして、で、これはコメント取っていただくと、write.fasa で、この関数を使って、この配列でドックにセーブしていますね、こういうふうに。ですので、まあ、これを法文で、まあ、ここに囲ってあげてですね、まあ、関数を書いてあげれば、自動化で大量に、まあ、無制限、メモリの、で読み込める限りのデータを自動で、まあ、取得できますね。コンソール部分に、これは人によって違うと思いますけども、まあ、すべてアップデート、インストール、すべてアップデートしたいときには、オールを押してください。A を押してください。まあ、別にアップデートしなくていいときは N、ノンでいいと思います。あ、これは先ほどのですね。ワーニングかなと思います。このセックイン R トランスレート関数というのが、セックイン R パッケージの、これですね。まあ、こういう関数があるんですけど、あ、ちなみにヘルプページを開くには、ヘルプ関数に違いますね。この場合はトランスレートですね。こうすると、ここにヘルプページがあります。で、ヘルプページのショートカットはですね、ハテナですね。ハテナ。クエスチョンマークがヘルプページ。これ同じです。で、パッケージ名を指定したいときにはですね、ここに、セックイン R パッケージで指定します。これはセックイン R パッケージのトランスレート関数を意味しています。で、先ほどの、まあ、このメッセージはおそらくバイオストリングスパッケージにもトランスレートがありますので、まあ、こういうメッセージが出たんだと思います。では、続き、残り時間、15分もないですね。残りの時間で、このマイセックイン R ドットプロット、2つのタンパクサイズを比較するというのを見ていきたいと思います。で、先ほど同様に、これを実行すれば、R のエンバイロメント、これをクリーンアップ、きれいにできます。あ、今、このファイル使ってます。スクリプトは mysecinr.prod.r ですね。で、secinr パッケージを、きれいにした方がいいですね。放棄で、設計のパッケージをライブラリ関数で読み込みます。今回はですね、2つ、ソード配列、ホモログを比較しますので、2つのアクセッションを与えて、それぞれアクセッション1とアクセッション2に、代入します。で、皆さんはチェンジザアクセッションナンバー、この2つのアクセッション番号、この文字列を変更してください。これがユニプロットですね。ユニプロットの、アクセッション番号です。で、これもですね、さっきのこの日本語ページですね。日本語ページ行っていただくと、ちょっと一番上から行きますけど、ペアワイズシークエンスアライメント。ここに、日本の配列間のアライメントの、比較についていろいろ書かれています。で、このユニプロットデータベースですね。どうやってアクセスして配列を取るのかっていうのが説明されています。で、ドットプロットに日本の配列を比較する。という例がいろいろ説明されていますね。で、そうですね。ユニプロットもですね、ここにURL でですね、FASTA 形式ファイルにアクセスできます。で、皆さんは興味がある配列のこのアクセッション番号を変えれば、このアクセッションに対応する、配列データを取ることができますね。で、それをここで実行します。アクセッション1、アクセッション2に、それぞれ、配列がですね、こうですね、ハンセン病の原因細菌、マイコバクテリウムリプラ、ライ菌と、ブルーリ潰瘍の原因細菌、マイコバクテリウムウルセランスのコリスミサンリアーゼのタンパク質サイズ、それぞれアクセッションはこれとこれと。この2つを、これで読み込んでいます。で、これ、ランボタンで実行しますと、アクセッション1とアクセッション2にそれぞれ、こういう文字列が入りまして、これをですね、
ペースト0という関数を使って、URL と結合してみますね。ですので、ペースト0、ここだけ実行すると、こういうふうに URL が出ます。で、皆さんこれコピペしてブラウザにこう貼れば、そのデータにアクセスできます。で、ここでは、この URL を read.fasta という関数、fasta 形式ファイルを読み込む関数のファイル名として与えています。URL を与えています。で、ここでは、シークエンスのタイプがアミノアシッド、アミノ酸、タンパク質で、まあ、これで実行します。すると、キャラクターズ1、キャラクターズ2、チャーズ1、チャーズ2のオブジェクトに、それぞれタンパク質のアミノ酸配列が実行されます。で、そのファスタ形式ファイルで、これらの配列をセーブ、ローカルに保存したいときには、ここはコメントアウトしてください。これで write.fasta で、このチャーズ1を、チャーズ1をこの、ローカルに、まあ、保存できるっていう、まあ、コードですね。まあ、皆さんこれ使っていただくと、このように、配列が、このように配列が保存されます。で、これクリックしていただくと、こういうふうに出ますよね。タンパク、この、コリスメイトピルベートライエス。コリスメイトピルベートライエスというタンパク質配列ですね。で、OS はこれ生物名ですね。由来する、このタンパク質配列が由来する生物名。で、ダイナリ記号。コメント行ですね。SP や、ユニプロット KB データベースのスイスプロットデータベースという意味ですね。で、縦棒でアクセッション番号。で、まあ、名前があって、で、スペース。で、このアクセッションで、この配列に、アクセスできる。で、コメント行、ダイナリ記号の後に、この実際のアミノ酸配列がこう表示されていますね。で、この2つを、ここで読み込みました。チャーズ1、チャーズ2に入ってますので、チャーズ1ってこうタイプすると、チャーズ1を実行すると、この配列の中身が、こういうふうに出てきますね。アミノ酸配列とアクセ、アノテーション。で、このレングス関数とゲットアンドット関数を使うことによって、このチャーズ1という R オブジェクト、変数に入っている配列の長さ、アミノ酸の数ですね。と、アノテーションをこの取り出すことができます。こちら、チャーズ2のタンパクサイズの長さ199。で、アノテーションがこれと。この2つの配列だから210と199アミノ酸の、まあ、ちょっと長さの違う相同配列を比較する。と言いますか、この2つの配列を比較して、まあ、比較する方法の1つにドットプロットがあるんですね。で、ドットプロット関数に、このチャーズ1とチャーズ2をここに与えることによって、チャーズ1を X 軸、チャーズ2を Y 軸に並べた、こういうドットプロットが描かれます。ドットプロットを理解するためにですね、ちょっとここテストデータを作ってみました。皆さんこれを実行していただくと、あるいは、まあ、コメントを取ってもいいんですけど、実行していただくと、チャーズ1とチャーズ2ですね、こういうちょっとテストデータを入れるというのをしてみました。このスモールデータを使うことによって、で、ドットプロットに与えるとですね、すごく、まあ、シンプルなドットプロットが書かれましたよね。で、ドットプロットは2つの配列を比較したときに、チャーズ1、チャーズ2、これ1、2、3、4それぞれ ATGC が入ってますね。で、マッチしたときに黒いマークをつけます。なので、1、1は両方ともこれ、1、1は AA でマッチで、2、2も CC でマッチで、3、3も4、4も GT でマッチしてるので、で、ここに対角線にドットが入るわけですね。で、2、1を比較しますと、チャー1の2は C で、チャー2の1は A なんで、まあ一致してませんね。なので、白いのがです。で、これをリアルデータに、で、実行すると、じゃもう一回これ、全部指定して実行しますと、リアルデータに実行すると、まあ、こんな感じになりますよ。対角線上に線があるので、まあ、相同配列、よく似た配列と、まあ、判断できます。ただ、こう、20種類のアミノ酸がですね、偶然マッチすることがありますので、その、対角線以外にも、ノイズとして、ドットが、まあ、ついてしまってますね。一通りこれで説明は終わりました。ではもう一度。ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、2つあるのは、そうですね、ご説明します。2つあるのは、こちらが eUtils NCBI、アメリカの NCBI が提供している、まあ、ツールですね、を使って DNA 配列を読み込んでいます。で、こちらの統合 WS、二つ目の方は、DBCLS の方が、開発されたツールを使って DNA 配列を読み込んでいます。基本的にはどちらを使っても大丈夫です。ですので、DBCLS の、開発された、統合 WS を使うときにはですね、こっちですね。ここをコメントアウトしてください。すみません。ハッシュマークを除いてください。これをデリートすれば、こちらで置き換えられますね。あ、すみません。これ、セッション定義してなかった。で、まあ、使い分けなんですけども、どっちでもいいんですけど、まあ、どっちかが調子悪いときには、どっちかを使っています、私は。調子のいい方を使えばいいっていう。もう一つが、カウントでは、こういう値が、ローでは逆転しています。この解釈のついてなんですけども、これはですね、そうですね、この日本語のページをですね、これもう一回上に行っていただくと、目次があって、DNA シークエンススタティスティック2の方ですね。この2の方をクリックして、さらに指定に行っていただくと、ローバリューの説明があってですね、あ、こちらですね。オーバーレプレゼンティッド、アンダーレプレゼンティッド DNA ワーズ。ジノミックスインジャー、ケーマ、ダイナミックタリアドアバンダンス。これがカウントですね。これがローですね。で、ローの定義はここに書いてあるんです。連続塩基の期待値と観測値の比率になります。ですので、カウント値の代償と、ローバリュー、ロースタティスティックスの代償が逆転することがありますね。なので、期待されるものが、その出やすい配列。例えば、GC リッチな、ゲノムに GC リッチなものとか、AT リッチなゲノムありますよね。それによって、ロースタティスティックスの、期待値が変わってきますので、必ずしもカウントの代償と、ローの代償は同じになると限らないですね。で、日本語でここで、一応簡単に説明しています。